尊敬すべきムスリムの皆様、宇宙のすべての生きものがそうであるのと同じく、動物もまた全能のアッラースブハーナフウェタアーラーの存在と威力の証拠としての役割を担っています。その最も小さいものから大きいものまで、すべての動物にアッラーの御業としての価値があり、またアッラースブハーナフウェタアーラーによって人間に委ねられています。私たち人間には動物を誠実に慈悲深く、そして思いやりをもって扱う責任があります。イスラームにおいては、動物に対する抑圧や虐待となるあらゆる行為、また動物は何のために創造されているのか、その理由に相反することを強いる扱いを禁じています。預言者ムハンマド sallallahu alayhi wa sallam は、私たちに対し次のように警告しています。小さな鳥でも、あるいはそれより大きな獣でも、正当な理由なくして殺害する者は、偉大かつ崇高なアッラーに問いただされることになるだろう。親愛なるムスリムの皆様、聖コランにおいては次のように告げられています。大地に生きる者も、利用の翼で飛ぶ鳥も、あなた方と同じように共同体でないものはない。我らは我らの定めた経典の中にあるものを何一つないがしろにはしない。やがて彼らは主のもとに集められるだろう。私たち人間と同じく、動物もまた確かに地球の住人です。生命に関する基本的な権利も、危害が加えられないよう避難し保護される権利もあるということを忘れないようにしましょう。愛情、思いやり、熟考の視点から存在の世界を見てみましょう。何であれ、生き物を傷つけないようにしましょう。宗教的にも人間的にも、良心の観点からも責任を果たすことにより、私たちの主スブハーナフウェタアーラーのご承認を得られるよう努めましょう。